はい、せーの、こんにちは、こんにちは、ハッピキン兄弟です。今日はデッドバイデイライトやっていきたいと思います。お願いします。お願いします。今日はね、久しぶりのデッドバイデイライトだよね。久々すぎてちょっと心が踊ってる心が踊ってる、最高じゃん最高なのかな最高だよ。まだ一回もさ、貞子に会ってないんだよね。会ってないね。今日出てくるかな。自分の使ってるキャラクターがレベル44までいった。お、いいじゃん。もう病の力ってやつ持ってないよ、これ新しいやつ。あ、そう。じゃ あブラッドウェブ、これ新しいキャラクターに変えたタイミングで始まっちゃったえ、やべえ、めっちゃ弱いやつじゃん。あ、大丈夫だ、今あの1分くらいで設定できるわ。うん。あ、デルミドさん、こんにちは、はじめまして。はじめまして本当ははじめましてじゃないけど、はじめましてってことにしといてあげよう。どういうことよダースさん、こんにちは。あ、こんにちは、ありがとう、来てくれて。ダースさんも今回ははじめましてのことにしとこうか。いや、なんでや。あれあ、もうキャラクター変えたからもう準備 OK か。はい、よし、ここにデイビッド双子がいるね。ほんとだ、なんか悔しいけど、うん、間違えないでくれ。あと今日チャレンジをね、生存者の状態を8回分回復するっていうのあるから、怪我してる人に治療しに行ってあげようかな。俺はね、4台のチェストを改造するだって。おー、いいじゃん。テストってあのアイテム入ってるやつだよね。そう、木箱みたいなね。これは簡単そうだ。確かに、見つかんないときなかなか見つからないよね。そうなんだよね。しかもなんか見つけたときに限ってさ、そんなことやってる暇じゃないときなんだよわかる、鬼が後ろから追いかけてきたりするもんね始まるよ。よっしゃ。なんか久々だから操作を。わかるわ。今アイテムでさ、封がされた封筒っていうのを誰かが持ち込んでたのね。うん。でさ、封がされた封筒を開けた時に中身何も入ってなかったら怖くない？確かにね、封されてんのに何が、なんかやばい空気でも持ち込まれたんじゃないかって思うよね。そうだよね。うん、俺の手紙。なんかさ、はがきじゃないか、封筒でさ、手紙出したことある？あるあるある。なんかさ、小学校の時に、うん、ちょっと遠いところに住んでる知らないおじいちゃんおばあちゃんと文通しましょうみたいなのあったじゃん。何、そんなんなかったんだけどそれでさ、風船で飛ばしたのかな、手紙。それ風船ゴミどうすんだよいや、そりゃもうさようならでしょなんだっけな、何したか覚えてないんだけど、なんかうちの学年はそういうなんか企画をやろうみたいなことになって、文通をね、何回か知らないおじちゃんおばちゃんとしてたことがあった。なんでおじちゃんおばちゃんなの？わからん。若い子じゃないの？若い子。よし、始まったぞ。え？うわ、もう、音聞こえる。チェーンソーの人だよ。ブンブン落としてるもんね。やべ。え、どこ？あ、後ろから来た。後ろかーい。反対方向に駆けてきたよ。え、やべ。え、一撃だ。第一村人になってしまった。やべ。まさか後ろから来るとは思わなかった。あれ、どこ行っちゃうんだろう。見逃してもらっちゃった。そう。やったぜ。え、この人、なんで回復してくんないの？回復して。ありがとう。あ、大丈夫そう。とりあえず大丈夫。ね、うん。治った、サンキュー、ありがとう。なんかすごい上に来るけど。ね。どこ行ったんだろう。戻ってくるかな。え、なんでさ、あれ？いや、また来たよ。やばい、また来た。やめろ。やばい。あれ、どこ？いや、いる、そこにいるわ。
わ、ないない、どっち行った、どっち行った、あいつダッシュ早いからな。チェーンソーマンだ。そう、チェーンソーマン。これさ、結構遠くても聞こえるのかな、俺が持ってるアイテムがすんの。あ、確かに結構遠くでも聞こえるかも。聞こえるよね、結構だって見えたもんね、うん、よし、生き返ったぜ。これすごいドクドクいってる。これじゃあ来てるんだ。めちゃめちゃドクドクいってる。これイヤホンだからそう感じたかな。やば、すげえ聞こえるチェーンソーの音。そうだよね。うん、あれどこだっけ。あ、あった、やべえ、え、来てる、あそこにいる、あぶねえ、怖っ。絶妙に見えない。いゆう、え、いた、あ、来た。うん、大丈夫だった。なんだよ、ずっと近くにいる。すごい。あ、じゃあ弟はあっち方面にいるんだな。やばい、ドキドキ言ってる。でも誰かが来てるのかな。え、来てるのかな。でも猫は光ってないぞ。マジでずっと近くにいるんだけど。あ、来た。やばい、どっち行った、どっち行った。ロッカー隠れよう。よし、見逃してもらったぞ。よ、また戻ってきた。どっちだ。あ、これ、あ、いた。ロッカー開くかな。お、開かなかった。これ直します。了解です。いなくなった、いなくなった。よし、急げ、あと半分です。了解。あれ、また来てる、また来てる、マジか。なんでなんで、あれ、いない。うわ、そこにいる。もうここチェックメイトされている。チェックメイト。やっぱな、いちいち押したい。うわ、え、来た。こっちとあっちさ、往復してチェックしてるんだ。ナイス。めっちゃもう首ごと持ってかれそうだけど回避できたもん。こうは首ごと持ってかれるとかやば。こうね、発電機横通ってきて、うん、チェーンソー振り回しながら来たんだけど、なんか多分操作がそんなに上手くないとかも。あ、その走るときはさ、直進でしかダッシュできないから、うん、うまく避ければいいのかも。あ、なるほどね。だからドキドキ言ってる。よし、オッケー、逃げろ。なんだ、あともう少しだったのに。来てる、来てる、あれ来てる、来てねえか。誰かが走ってたよ。あ、じゃあ弟が近くにいるのか。いや、俺らも近くない。俺ね、あそこのね、うん、南西北東に向かうとね、発電まだ直ってきがある、うん、オッケーって。北東ってどっち、こっちか。だってさ、このマップでどっちが北かとかわかんないじゃん。北東って言われても。でも南西北東で全部やねって感じだよ。ウケる。あれ、聞こえる、聞こえるぞ。ナイス、あと1台、ナイス。え、一人もさ、釣られてないね。ね、でも俺はもう2、3回手食わしている。わかる、もう2回ね、追いかけられてる。今日、鬼始めたのかな。さっきの初めてだけど、戻ろうかな。あった？うん、あの、上の山の上。あ、いた、弟が。あれ聞いたぞ。あ、こっちこっち。あ、はし、うん？ドキドキ言ってるよ。どこだ？あ、いなくなった。え、どこにいた？ね。どこだろう。ここ高台だから見えるはずだけどな。あ、いる。すごい、ドキドキ言ってる。来てる、来てる、来てる。あ、今他の人と走ってる、もしかして。あ、チェイスして、あれ？弟追いかけられてんの？いや、俺はね、一緒に受けられそうになったけど、前、大丈夫だった。おう。弟はあっちだ。今、テストを解除してる。あ、よかったじゃん。今、違う人が追いかけられてるよ。あ、ゲートの場所を見ましてね。開いたから、あっちかーい。
くぞゲートへ。え、もう開いたの？早っ。え？俺目の嘘。ゲート開くの早くね？おかしいよね。うん。わーわーわー、そこにいる。やばい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 。うわ、やばいやばいやばい。来てる来てる。来てるよ。あ、弟、なんで鬼の方に向かってったんだ。もう一個のじゃあ、え、なんでこっち来たの。もう一個の出口に向かおうかな。どこなの出口。あ、開いてる開いてる。やばい、来てる来てる。こっちだよ。あれ、弟今そこにいたじゃん。あれ、あ、ここか。戻れ。弟どこや。あ、出る。いいよ、出まーす。はーい。あ、違う違う、これで建物の棚なの。出口じゃなかった。あ、一人出たぞ。あれ、今この辺に弟いなかったっけ。あ、いたいたいた。よかった、出よう。何やってんの。ダッシュー。せーの、ナイス脱出。はぁーとか言ってる。よかった。一戦目脱出成功だ。お、デイリーミッションもクリア。デイビッド・キングで脱出する。あ、デドバ初心者さんが鬼だったみたい。あ、そうなんだ。だから、ね、でもさ、初心者って書いてあるけど、めちゃめちゃ見つけるのうまかったよね。だってめちゃめちゃ遭遇したもん。ねえ、すごいな。いいね、ありがとう。ありがとうございました、鬼。過去形にしたらもう配信が終わるぞ。で、最近英語の勉強しようと思ってさ。どうしたの、急に。え、なんか、TikTok 見てたらさ、うん、ライアン鈴木っていう人がいて。あー。うん、してるしてる。そうそう、なんかおすすめとかで出てくる。その人の TikTok が面白くてさ、それ見てたら、うわー、英語を喋れるようになりたいと思って英語を始めました。勉強したことたくさんあったよね。うん、そうそうそう、いっぱいあんだよ、資格の勉強がいっぱいね。でも大丈夫なの。うん、なんかその資格の勉強そっちのけで今英語をやっちゃってる。だから昨日も寝るのがさ3時半とかでさ、あの腕にさフィットビットっていうスポーツの睡眠も測れる時計使ってるから、毎週な、はいはい、何時から何時に寝てて睡眠スコアが何でっていうのが分かるんよね。眠くなんないの。いやー、目がねルンルン冴えてるんだよね。え、なんでね、本当だよね。で、昼間もね一回も眠くならない。だから本当は今日会心はさ無理しないで、うん、19時に寝たらって提案したんだけど。7時に寝んのめちゃめちゃ早いわ。7時やばすぎる。だってさ、それだったらさ、うん、目が覚めたら夜中の2時でしたとかなるよね。おはようって言ったら2時とかになるわ。まだ暗いよってなる。そう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 、行ってきまーすとか言っても夜中の2時にどこ行くのってなるもん。電車が走ってなかったっつってね。3時間ね、待ちぼうけ、ね、でも怖いね、なんかさ、うわーよく寝たと思って外見て真っ暗だったらさ、うん、あのやべえ寝過ごしたってなるんかな。あー、なると思う。24時間寝てもう夜になっちゃったみたいな感じかな。起きた瞬時ってさ結構寝ぼけてるからさ、うん、バグってる時あるじゃん。バグってるよね。人間なのにバグってる、わかる。さっきの手紙の話なんだけどさ、おう、自分中1の時に、ちょっと前か、中1の時に、おう、その仲のいい友達の女の子と半年間ぐらい毎日文通をしたんだよね。え、クラスの子？うん、違うクラスの子で、でも幼なじみで、毎日自分が手紙を渡したらその次の人の子が書いてきてみたいな。うん、あれ、それさノートでやってたんじゃなかったんだっけ。封筒か。封筒でやってた。そっか。ノートではね、お互い漫画を書き合って、その漫画の交換漫画になってやってた。ああ。え？
あのさ、普通ノート、あの一冊のノートの交換日記とかもわかるし、あとはノートを一枚破って、ノートの切れ端に書いて、ただ折って渡すとかはわかるけど、ちゃんとさ、封筒に手紙として入れてたってこと？入れてた。それはね、見かけなかったな。そう、それはね。そんなことしてるなんて知らなかったわ。あの普通のなんかね、ああいうちっちゃい茶封筒に入れてたよ。へぇ。なんかよくなんか会社とかで使われそうな茶封筒。なるほどね。あれでしょ、あの、学校とかの募金の時とかさ、10円3枚くらい入れて渡すやつでしょ。そうそうそう。3枚って少ないね。まあ確かにね、30円だもんね。今日マッチ早い。今日マッチ早い。ね、うん。兄弟の絆で頑張れ、Y4 時に起きたわ、だって。4時、4時朝の4時それとも16時ね、気になる。どっちにしろやばいよね。夕方にしろ、朝方にしろ。16時まで寝なさいって言われたら逆に腰が痛くなりそうだよ。確かにわかるわ。寝返りめちゃめちゃ頻繁に打たないとだ。お、弟とスタートが一緒だ。え、いた？え、これ、え、これ、これじゃないの？違うの？あれ、クロちゃんが二人いるから、これ弟じゃないんだ。あ、そうか。俺今回これ初めてな気がするけど。あ、そう。もう一人のクロちゃんがね、地下室でチェスト開けてた。怖。怖くはね。怖くはないか。どこ行こう。あれどこだ。直しまーす。一瞬ドキドキ言った。オッケー。わ、ドキドキ言ってる。俺もドキドキ言ってる。え？こっちかな。いや、上の可能性もあるか。え、どこだ。え、ただ、あ、誰か、え、弟が。あ、そこ2階か。クローゼットにさ、一瞬入ったのにさ、開けられた。マジか、2階？ 2 階かな、これ。うん、多分2階。助けに行くか。マジか、こいつクローゼット開けるやつだぞ。え、なんかさ、ずっとドキドキ言ってんだけど、範囲がめちゃめちゃ広いかも、ドキドキ言う。あ、ちょっと。あれ？キラーどこにいる？あ、ナイス。うわ、またチェーンソーの人だ。でも今回うまい、結構、常連者。こっち見てるぞ、どっから来んだ。やべえ、ロッカー開けるっていう鬼でもロッカーに入りたくなっちゃうな。俺がクロちゃん、クロちゃんがクロちゃんを直している。いいじゃん。あ、いなくなった。真っ暗だな。いやいや、でも光ってる。近づいてきてるかな。どこにいんだろう、鬼。ずっとドキドキ言ってるよ。言ってるよね。そういうパークなのかな。遠くにいても聞こえるっていう。どこだろう。 やっぱり近いわ。マジ近いっていうのは近づいてきてる音はするんだよな。いや、いる。どこだろう。俺のフロアにいた。え、2階に。うん、今ね、ロッカーの前通ってた。あ、2階か。落とすなと思ってロッカーに入ったら、やっぱり案の定恐怖で。うん。ロッカー行ったら聞こえなくなったから、やっぱり近くなんないとドキドキは言わない。そっか。うん、1回ドキドキが消えた。1台直ります。ありがとう。やっぱりまだ俺のフロアにいるわ、2階に。よし、オッケー。あと変なね、BGM な。DJ？ 違う、BGM。あ、BGM か。2階にいるんか。じゃあ2階行ったら危ないな。ナイスー。え、なんか鐘が鳴ってる。鳴ってるよ。うん。うわ、ドキドキいってる。2階かな、1階かな。
この面。いた。いた。キラーがいた。1階だ、今。いや、俺のフロアにいないんだ。いなくなったかな。あ、変な曲流れるからね。ちゃ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 ーん、ちゃちゃーん、ちゃちゃーん。オーケストラじゃん。本当に流れるよ。ちゃ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 ーん、ちゃちゃーん、ちゃちゃーん。あれ聞こえるんだけど、あ、ロッカー見てる。ロッカー開けるか気をつけて。うん。ロッカー開けた音がしたわ。え、どこだ。いなくなった。お、いなくなった。かなぁ。いや、まだいるなぁ。ね、すごいドクドク言ってる。あ、じゃあそっち移動したんだ。あった。来た？あ、鐘が鳴ってる。俺の目の前で追われてる。俺はロッカーに入ってるから。うわっ。ロッカー入ったらまた開けられるぞ。でも周囲壊されてる。ああ、あれ、どこのロッカー行ってたんだ。デミさん、朝4時に起きて仕事行くらしい。朝4時っていうのは朝の人だったんだね。え、めっちゃ早。ああ、誰か来てる。え、じゃあさ、あ、来た。仕事場がすごい遠いっていうこと。よいしょ。怖え。来た。どこに逃げる。来てる。あ、デッドハードができねえ。なんでデッドハードが押せないんだ。どうして。うわ、デッドハード装着してきたんだけどな。ロボコップか。ロボコップって何。デッドハード、デッドハード、やば、釣られちゃった。嘘。うん、近くにいる。近くにどこ行ったろう。あ、いる。兄貴の赤が見えない。あれ、弟今来てる。あれ、違う人か。いやー、めっちゃ近くに寄る。いる。鬼いる。いる。今行けないじゃん。うん。弟はどこにいんだ。やっぱりすごいすごい。今しゃがんでる。近くでしゃがんでない。あ、あっちが弟か。お、来てくれた。来てくれた。うん。あ、でもダメだ、キラーが近くにいすぎて助けられない。来てくれ。はい、2人でやってくれたら多分一番最下層にいるよ。うわ、やべえ。来てる。うん、もうそこにいるな。ああ、もう一人がね。あ、今来れる。ちょっと待って。オッケー。左。今チャンス。もう一人が釣られるから。あ、違う人も来てくれた。あ、隠れる。左に隠れろ。やべえ、死ぬ。来て。来たらすぐ逃げてね。はい、いるから。ありがとう。逃げろ逃げろ。あ、デッドハードできた。うわ、でもまた来てる。やめて、もう。逃げた。あのね、捕まっちゃった。やべえな、もうラストだ。死んでしまうよ。さよなら。マジか。弟の勇姿を見守るか。あと1台で脱出だね。兄貴がまさかくたばるなんて。くたばってしまったよ。どこにあるんだ。あと、よし、これ弟か。あ、ドキドキ言ってる。俺全く同じなんか2人から気をつけてね。うん、
本当だ。これがもう一人の。なんかでも、もう一人のクロちゃんはね、後ろ姿が勇ましく見える。どういうこと？あれ？なんかさ。あー！もう一人が捕まったー。これが弟の画面だね。これ、どこだろう？ 2 階、今2階にいるよ。でもみんなと同じフロアにいると思うんだよね。マジか。うん、今直すチャンス、走っていいと思う。もう一人が追いかけられてるから上かな。ああの黄色く見えた人たちがさそこにいるじゃん、うんうん、で今走ってる方が追いかけられてるからそこにキラーがいる。離れた方がいい。俺のフロアにはいないんだ。うん、でもどこにさ充電器があるかだよね。確かに。ああ、キラーよりなんて書いてあんの？キラーより何に追いかけられるって書いてあんだ。あれ漢字？うん、テレビが遠いから見えねえ。ああ繋いちゃったね。あ外にあったね今。嘘？違う？あちょっとストップストップ、そこ左見たら鬼いない。いる。そこ左にいるもんね。だって要救助者が、うん、あそれ助ける、ね、左見ていな、いるまだ。あ、いるな。ん？なんだ今のは。あ、今見えたじゃん。どうする？助けるのか。あ、なんかカメラの位置がおかしくねえか。あれか、真正面にいるね。あ、死んじゃった。逃げろ逃げろ。どうしよう。この子に充電器ないもんね。うん、充電器じゃなくて発電機じゃい。発電機どうしよう。上かな。なんかさっきから鬼がずっとそこの離れない場所なのかな。確かに。もうあと1台だからさ、走らないでゆっくり行ったら、うん、どこだろう。後ろにいない？どこだろう。近づいてきてる音がするね。やばい、こっちがする。え、マジ？ずっと音聞こえるな。ね、ダメだ、なんか膠着状態って感じ。あ、もう一人空いてる。見回してさ、うん、黄色いの見える？あ、あっちにいるから反対方向行こうよ。はい。で、発電機直すか、探して。上なのかも。うん。あ、なんだっけ？あった！これフック、フック。フックか。やべえ、デドバ初心者になっちゃってるじゃん。久しぶりすぎて。教官っていうパークすごい便利でさ、あった、あ、ま、回ってる回ってる。で怪我してる人とか他の人がどこにいるか分かるから、それでキラーがどこにいるか想像できるよ。あ、本当？うん。あー、そっか、前から一緒ですか。そうそうそう。もうあれだな、その人を救助しに行くか、もしくは発電機一人で直して見捨てて脱出するか。発電機一人で乗せた方がいいと思う。多分俺が救助してる間に俺は殺されると思う。ああ、どっちがいい。あ、発電機ないな。もう一人の人多分ね、わざとゲージ失敗してるからもう死にたいのかも。ああ、死んじゃった。いや、なんとしても俺は生き残んなきゃ。あ、うわ、来たよ。大丈夫、次の動きはもうね、こっちが外してる。マジ？それ相当すげえ。あ、すごいすごいすごい、チェイスしてる。あ、あ、じゃあさ、ハッチを探そうぜ。ハッチを床に
穴が開いてるところから脱出しよう。はい。どこにあるだろう。てかすげえな、チェイスしてるじゃん。あ、巻いた。いや、来てる来てるな。もう足跡ついて、あ、そっちにいる。やばい。うわ、あー、すれ違った。どうやった。ハッチどこだろう。ハッチ開けるのは時間かかる。外にはない。いや、もう開いてる。外にはないから。あー、どっか1階か2階の床にあるんじゃないかな。外じゃなくて中をさ回ろうぜ。もう外なさそう。てかすごいね、チェイス。何分追いかけっこしてたの、すごいな。あ、キラーよりサバに追いかけられる、サバイバーに追いかけられるってことか。もがくの頑張れ。最悪。最後の希望なんだ。あ、ハッチの音が聞こえる。シュウィーンってさ、ハッチが開いてる音がするから、その近くにあるんだ。でももうこれ俺で。うわー、死んじゃった。惜しかったな。なんか太ってるからさ、うん、なんか太ってるからさ、足は遅かったんだけど。わかる。パルムさんだって、あのアイスのパルムって美味しいよね。あー、美味しい。あれね、俺ね、中がね、中もチョコのやつが好き。周りもチョコで中もチョコ。くどくね。美味しいんだよ、本当に。そうだっけ。うん。あと最近紅茶味のパルムが出てた気がするな。俺ね、あんまりね、紅茶味とかそういうなんかね、紅茶系のやつを使ったデザートがなんかちょっと好きじゃないね。わかる。でもさ、あのシフォンケーキの、アールグレイのシフォンケーキ美味しくない？それは美味しい。ね、不思議だよね、紅茶系でそれが唯一美味しい。あとティラミスもいける。紅茶、ティラミスって紅茶なの？いや、なんか紅茶っていうかティーじゃん、あれはティーじゃんか、カフェじゃん。あ、ティラミスはコーヒーだよね、確か。そう、コーヒー、それもティラミスはいける。あああああ、でもさ、ティラミスあれ気抜くとさ、あの粉吸っちゃったり、くしゃみしてあの細かい粉がプワーってさ、なんか散っていくよね。この前なんかさ、うん、そのクレープを買ったのよ。うん。で、なんか何を思ったか、ティラミスのクレープを目の前にして深呼吸をしちゃったの。ティラミスを前に、え、クレープ？ティラミスクレープ？ティラミスクレープだからココアパウダーが乗ってるんだけど。うん。それを目の前に深呼吸。深呼吸をしてしまったの。そしたら？そしたらね、思いっきりむせた。そうだよね、危な、気管に入ってさ、今多分肺の中にティラミス入ってんじゃない？粉が。一週間前だからさすがに浄化されてると思うんだけど。あ、え、肺にさ、空気以外のものが入ったらどうなるんだろうね、うん、なんかよくさ、タバコ吸ってる人はさ、うん、どん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 真っ黒になっていくっていうような肺が。あ、そうそうそう、それさ、理科の授業かな、なんかでさ、本物の写真見なかった？真っ黒になってる、怖いよね。あとなんか一番最後のページにはね、カエルの解剖の写真も載ってた。あー、カエルな、やったことないけど。なんで肺の話からカエルの解剖の話になるんだ。いや、なんか結構気持ち悪い観点でさ。わかる。だったらさ、人体模型の方がマシだよね。うん、人体でも家に帰って人体模型が一緒に寝ましょうだったらきついけど。なんで家に持って帰ってるんだよ。てか、あれ恐ろしくない？人体模型。恐ろしい。人体模型か、骨組みの模型か、どっちがいいですかって言われたら骨選ぶよね。わかる。ね、でも骨さ、うん、あの例えばでっかいトラックが家のすぐそばを走った時に家が揺れて、うん、骨がさ、カタ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 ってその度に音立てんのも怖くない？怖いね。怖いよね。確かに。でもなんかさ、人体模型って半分まだ人間の状態が残ってる感じに見えるから。わかる。なんかもし一人でいる時に家で、あー、これうまかったーとかって言ったらさ、うん、わかるとかって話しかけてきそうじゃん。そう、その言い方だったらめちゃめちゃフレンドリーで怖くないけどさ、怖いよね。怖いよ。だって誰もいないのにさ、あ、わかる、僕も好きとかって言ったらなんかさ、うん、やっぱり怖いやん、人体模型だよ。だって半分皮がむけてるとか喋るんだよ。
そうだね、臓器見えてるもんね。それでさ、何か食べ物を、例えばケーキ半分あげて、食べた後に、ここをまず食堂を通ってとか説明してくれたら、ちょっと ありがたいけど、ちょっと気持ち悪いよね。本当にありがたいと思ってる。うん、リアル理科の授業みたいな感じ。で、ここをまず食堂で通ってって話をするとしたらさ、う最後ゴールまで見届けなきゃいけないんだよ。ん。やば。トイレについていかなきゃ。そうだよ。ウケる。ウケるよね。でもなんかさ、学校の怪談的な話になったら必ず保健室か理科室か音楽室だよね。あ、音楽室のなんかイメージあるでしょ、ちょっと。ね、なんでさ、図工室とかさ、情報パ室、ソパソコンルームとか、コン。あれああ。は話題に上がんないんだろうね。なんか、ホラーに直結しやすいんだろうね。なんか、理科室とかさ、ピアうん。ノがあるでしょ？ああ、理科室にはピアノはね。いや、それなんか音楽室か。うだってなんか、図工室って言ってもさ、何がじゃ喋んのかって言ったら粘土の塊ぐらいじゃん。ん。ああね、あとノコギリとかチェーンソーがさ、そうなんてないじゃん、だっチェーンて。ソーなんてねえか 危険だな。彫刻刀とか怖いかもね。確かに。まあでも彫刻刀みんな家に持ち帰るから、あ、そっ逆に安か。全か。お習字は？お習字。お習字も持ち帰るからみんな。帰るとそっか。まああ、でも、プールあと待ってプ待っール。て、習字怖いかも。怖いあのよ。さ、例えば、日本昔話とかさ、暇な時見ちゃうじゃん。あれ見てると、歯抜けババアがさ、包丁をさ、研ぎ石で研いでるわけじゃん。あれと同じでさ、なんか、襖開けたら、ひたすら硯でさ、墨をさ、擦ってる人がいたら超怖くない？怖いけどな、害はなさそうじゃん。いでたからも、さ。音的にはさ、包丁擦ってる音がするんよ。確かに確かに。歯抜けババ怖いかもね。歯抜けババア怖いよね。歯抜けババって言い方がなんかもうさ、普通の近所にいそうなんだもん、歯抜け確ババ。かにいそ兄貴好きだよね、昔から歯抜けババう。歯抜きババアはね、好きじゃない。子泣きじじいの方が好きだわ。粉気じって粉吹いてんだっけ、膝から。いや、子泣きじじいはね、石なんじゃなかったっけ？石か。うん。ふっけ。なんでこんな話になってんだ、急に。本当だよね。怖い話。あれ、弟はサスペンス系が好きだもんね。読む小説もさ。あ、小始ま説っは、た。サスペンスだもんね、いつも。ミステリー系が好きだね、小説は。字ばっかね。だと、スリルがあるもんですね。うん。妄想で怖がれるんだろうな。バブ。バブ。なんでこんなトーク続くん？すごーだって。確かにすごいトークついたね、今。ほ確ら。かに。発展しすぎだよね。なんか、あ、お化けだ！来た！嘘。お化け、お化け。急にワープしてきた。ただこ。貞子じゃない、お化け。あ、お化けっていうか、ナースっていうやつかみんなすごい密着してるな。な。うわ、こっち来てるよ。血出てるから場所バレるんだな、これ。やべ、行き止まり来ちゃった。なんかそれがやだ、ああいうわー、叫ぶ超やつ。勢いがいい。半回転しちゃったよ。うわ、このね、ナースめっちゃ勢いいいぞ。あ、嘘ナーつスけ。なのかリンちゃんなのかわかんないけど。強い。見分けがつかない。強い強い。うわー。やば。ドアをさ、壊すときもめちゃめちゃ勢いが良かったよ。グワシャーっていう感じ。あとちょっと、やったー！脱出成功！あったー、どうなることかも行くか。あ、開いてない。どこ行こう？どこだ？あ、来てる来てる来てる。危ねえ、来てる来てる。板はどこだ、板は。あ、こう動いてるから。あ、やばい、逃げろー。これ誰だ？弟？私。来てるよ、鬼。大丈夫。大丈夫？ 来てるってほら、弟よ。大丈夫。弟は鬼のさ、行動を完全に見破ったんだっけ？やばい。俺マイカみたい。ね、ここにいるもんだって鬼。やめろ嘘。ー、危ねやっぱね、鬼はね、兄貴にした通り、え。うん。まっすぐでしか動けないから、くねくねくねくいねや、動けるこの。いつはね、まっすぐ動けるんだよ。あ、そうチェーンなんだ。ソーだけ。
そうダッシュ、うん。うわ、やられてしまった。発電機まだ1台も直ってないや。いや、でもさ、結構追いかけっこしたと思わない今。え、ちょっと結構さ、してくれなかったね。ね、珍しく。ナイス。つられた？どこ行った？つられた。ちょっと待って。今走ってる人の方向にちょっと向かったぞ。嘘、じゃあ俺助けに行けよ。うん。どれが弟だ？俺かなりちょっと遠いけど、多分誰もいない。あれ一番あっちか。今もう一人来てくれたよ。あ、これ弟か。あ、弟じゃない人が助けに来てくれた。4人が行ってるから、そいつに任せるわ。サンキュー。うわ、でもキラーがこっちに向いている。猫が光っている。猫、猫、あのパークのさ、こっち向いたらわかるよってやつ。ああ、どこの発電機直したのっけ。忘れるよね、わかるわ。ねえ、お、ナイス、もう2台直ってる。あ、これだこれだ。え、誰か飛び降りた音が。お、サンキュー。ピンクのネイルでおしゃれしてる人に助けてもらってる。待て待て待て、来てる来てる来てる。あー、来た、やべ、そっちから来たの。うわー、こんな近くにいたなんて。やべ、もう2回目つられちゃうかな。どうだろう、あそこにいるんだ。うん、助けに来てくれ。はい、ちょっと待って。今んとこ鬼はね、戻ってきてない。え、嘘、いける？うん。ちょっと待って、あとさ、今10秒、他の人が追いかけられてる。10秒で発電機直るから待って。オッケー。あ、ダメだ、もう来ちゃうかな。あ、来てるわ。ダメだ、釣られる。乗った。あ、いいよ。今釣られてる？うん。また第一村人になってしまうのか。お、もうすぐ逃げられる。脱出、よっしゃー、逃げよー。あ、釣られなかった。うん、もがいてね、逃げた。うわ、でも来てるじゃん。どうしてどうして。あ、やばいやばいやばい、これ誰か違う人がそこにいる。あ、これ兄貴なのか、どっちだ。やべ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 、やめて。なんで弱いものを狙ってくるんだ。とことんって感じなんだ。うん、つらえてしまった。いなくなったら言って。いなくなった。はいよ、サンキュー。あ、来てる来てる来てる、逃げて。はい、こっちで傷を直そう。サンキュー。いや、来てるぞ、でも。え、来てなくなる？大丈夫だよ。あ、大丈夫か。よし、傷を直そう。ありがとう。あ、こっち来てるな。逃げろ、来てる。うわっ。あー、弟が。大丈夫、俺は。なんで俺は大丈夫な。やばいな、この傷に苦しんでる声をもうちょっと静かにしてくれたら。弟まだ追われてる？追われてる。あ、やばい。今しゃがんでる人の近くでやられた。あ、初めて。うん、今しゃがんでる。あ、見えてた、しゃがんでるとこ。じゃあキラーにも見られたかな。来るってよ、そこ。うわ、早く逃げて、そのそこのしゃがんでる人。今助けに行く。キラーどっか行った？キラーは行った。消えた。よし、はい、逃げた方がいいと思う、すぐ。あ、そこにいる？あ、ワープした。よし、逃げよう。オッケー、今違う人が追われてるわ。俺はね、あ、どこに帰ってるか大丈夫。直すよ、直す。お、ナイス。逃げてる間に開いたぞ。よし、どっちのゲート行こう。手前かな。これ、リンちゃんか。リンちゃん推しなんだ。リンちゃん、よし、行くぞ。やべ、こっち見てる。走んない方が。
あ、でも他の人追いかけられてるから行っちゃおう。あれどこだっけ、ゲート、こっちの方だよね。あった、お、もう一個開いたぞ。でもどうする、こっち開けて脱出するか、どうしよう、こっち開けるか、もう一個の方行くか。すごい声してる、初めて今釣られた。ほんとだ、こっち絶対来るぞ、開いた瞬間逃げよう。あとどれぐらい、あとね、ちょっと、え、どうする、あの人助けに行く。でも、もう一人、もう一人にかけるいるよね、もう一人さ、ゲート開けてそのまままだ脱出してない感じだな。もう一人は無傷だよ。確かに、もう一人に行ってほしい、もう死んじゃう。あ、ナイス、こっちだよ、こっちだ。みんなで脱出したいね。うん、無傷すごね、無傷すごいな、あの人。うん、もう一方のゲートに行ってるんかね、これ。そう見える。うん。そうかも。あ、そこだ。あそこにいる。あ、もうすぐ、あそこゲートじゃない。あ、最後の最後で。あそこに鬼がいるんだ。うわ、釣られてる。ほんとだ。え、どうする、死んじゃうよな、でももう2回釣られてるもんな。二択だぞ、見捨てるか助けに行くか。あの人もやられてるわ。え、やべえ、弟、あ、でもどうする、死ぬときは一緒だ。よし、ここに行こう。やべ、いる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 、見えてるかな、いるね。どうしよう。あれ、弟走って逃げた方がいいよ。カラスが頭の上にいるからバレる。嘘。あ、ゲートが閉まる。もう行こう。あれどこだっけ、ゲート、あれか。逃げよう。なんか見る、誰か走ってる。お、逃げよう逃げよう。もう時間オーバーだ。行っちゃうよ。はい、さよなら。あなたたちの分まで行きます。そうだ、それ大事。それ大事。それ大事。うわ、なんかキラーの人すごいいっぱいアイテムつけてたみたいだね。まあそうなんだ、今回キラーでキラーしぶとかったもん。え、ねえねえ、無傷だった人さ、すごくない、うん、これ怪我の巧妙っていう一つだけしかつけてないよ。すごえ、強っ、マジか。どうする、ちょうど1時間ぐらいだけど。あ、どうしよう、あともう一回やるか、ラスト、ラストクエスチョン。よし、クエスチョン、なんかクイズ番組に変わったぞ。あ、衣装内さん、フォローありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったらお気軽にチャットしましょう。今日3ゲームくらいしたのか。今日結構やってるよね。ね、3ゲーム中2回脱出できた。そう、弟は俺も2回。お、あ、そっか、最後の最後さっき惜しかったんだよな。まあ、一人ぼっちね、惜しくもないけどね、もうあれ。もうあれ。マジ。結構なかったよ。いやでも、ハッチが近くにあったから、音が。てかこれさ、8回治療するっていうのは、ボロいアイテムを1個使い切った方がいいんだよね、何回って時は多分。ああ、確かに。そうだよね。その方が早く使い切れるもんな。ピュー。それ本当にさ、ゲーム終わった後も耳から離れなくなるよね。そうなんだよね。そのさ、 BGM かかるときって、ちっちゃい斧を投げつけてくるあいつのときだけだよね、うん、え、今流れてるじゃん。あ、マジ？
これ、これじゃないの？この曲。ラーラーラー。そう、歌われると聞こえねえ。そう。あ、そう、その BGM 聞こえないや。設定で BGM めちゃめちゃ小さくしたんかも。そうなんだ。うん、でも設定画面ってどこにあるんだっけ、それさえさ、覚えてないんだけど。これなんか、でもデフォルトでこれになってるから何もいじってないから。あ、そう。これなんか。あったあった。うん？字幕なんか。え、字幕？ハッチ？いや、マッチ探してますって流れてる時の画面ずっとこれ、この部分流れてる。ああ、マッチな。あ、そっか。あ、そっか、斧投げてくる人は子守歌か、歌ってんのは。あれ気持ち悪いよね。ね、どういう曲だったか覚えてる？ああみたいな。絶対違うじゃん。だなんか覚えてる。そんなんだっけ。ドラえもんのね、魔界大冒険で人魚姫が歌ってる曲にしたの覚えてる。ドラえもんそんな怖い歌歌ってるの？ドラえもんね、昔のドラえもんって結構怖いよ。サザエさんの昔の絵のタッチも怖いよね。なんかあれさ、ほうれい線があるやつでしょ。あ、そうそうそう、ほうれい線っていうか、そう。唇、口がめちゃめちゃとんがってて、アヒルみたいな。うん。あれ、なんかみんなブサイクだよね。ブサイク、ほんとそう。マジか弱い、ミミリンの子守歌好きだよ。うっそー。あの子守歌は本当にさ、耳に残って怖いよ。マッチしたぞ。なんか強そう、みんな。うん。2ミリオンイエンっていくら？え ?2 ミリオンイエン。ミリオンって何だっけ？あ、ミリオン何だっけ？なんだっけ？ 10 万か。ミリオンいくら？何じゃなかったっけ？ 10 万とか。一十百千万、でも百万か。百万か。ああ、じゃあ200万っていうことか。ああ。なんかね、その最近海外の人と、その英語やりたいかやり取りしてて、うん、そんでね、その人が日本で日本語学校に通いたいから、お金をめちゃめちゃ貯めてるんだって。うん、ええー。そんで、I have already 2 million yen in savings って言ってるから200万円もう貯めたとか言ってる。すごね、すごいね。そうそう、200万円だって。すご。200万か。うん、200万。で、まずその日本語学校を調べてると、調べてあげたら、うん、2年のコースで140万円くらいかかるらしい。2年の講座140万か。なんか結構取るね。そう、140。で、それにプラスしてさ、家賃とか生活費がかかるわけじゃん。確かに。お金持ちしか行けないよね。なんか N1 とか N2 とかの試験受けんだっけ。あー、なんか日本語検定試験ね、確かに。あるよね。うん。なんか、日本語版トイックじゃないけど。うんうん。始まったよ。よっしゃ、行くぞ。お、あ、誰かいる。あっち行っちゃった。お、来た来た。一緒に直しましょう。共同作業。これさ、共同作業っていうのめちゃめちゃ好きなんだよね。今日やっと初めて言えたわ。すごい聞いてるもんだ、普段の。でしょ。あ、猫こっち一瞬見たな。どこだ。いや、見てる見てる。どこだろう。どっから来る。こっち向かってきてるぞ。あ、あれだ。トゥルルルンだから、静かにこっちを見てくる人だからさ、ドキドキ音がしないんだと思うよ。これ飛ぶ流れたんだけど今。あー、来た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 。やばい、あの人教えてくれればよかったのに、来てるよって。やばい、やめて、やめろよ。どこ行こう。板ひっくり返したい。あ、この人の後ろを追いかけるとさ、うん、共倒れするんかな。怖え。多分来てるでしょ、来てるでしょ、来てるよ来てるよ。
この人足遅い。あ、うわ、デッドハード押したのに。ベストタイミングで惜しかった。やべ、また第一村人になってしまったよ。その第一村人って何だろう。あの、一人目に発見されてさ、釣られちゃうやつ。あ、うわー。痛い。あ、そこにいる。ここにいる。ちょっと待って。あ、いいよ。直線経路だ。あ、弟近くにいる今。いや、近くではない。あ、じゃあ来なくて平気。今もう一人ね、来てくれてる。え、嘘、それ俺じゃない。サンキュー。よし、逃げよう。うわ、こっち見てる。やべえ。あ、そこにいた。どうしよう。第一村人。うわ、こっち見てる。もうバレたよ。こっち来とる。死んでしまうよ、もう。第一村人になんないんだよ。いや、なるもう。あ、来た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 。やばい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 。来とる来とる。もうダメだ。ラストゲーム瞬殺で死んでしまう。諦めないで。そうだね。でこの人さ、足は遅いはずなんだよな。幽霊さん。そう、この人。あー、逃げろ。あ、なんでなんで飛び越えらんないの。なんで。え、どうしてどうして。しかも今なんか2つ出てきたぞ、押すボタンのなんか説明が。なんだろう、何が起きたんだ。うわ、2回目。やべえ。あ、これ弟かな、今走ってきてくれてるの。お、弟だ。あ、待って、こっち来てる、こっち来てる。そのまま静かにしてくれ。今ぐるぐるしてるよ、周りを。あ、ロッカー開けるかも。うわー、来た。あー、弟が生贄に。しかもさ、ロッカー開けるとさ、うん、そうそう、一発だよな。それさ、やっぱスキン来てるからな。サンキュー。逃げよう。とりあえず俺のことは大丈夫。よし。あ、ボタン押し間違えたんだ。やべえ、こっち来てる、また鬼が。マジか。シェリーメイが来てくれたか。来てる。なんでこんなすぐ来るの、やめて。あ、間違えた、またボタンを。うわー、五輪銃だ。嘘。うん、もうね、3回目。くそー、さよなら。こいつの名前はマイケル。マイケルはテンション上がらないで、静かな心でさ、襲ってくるよね。あいつ怖かったの、鬼。ねえ。うわ、来てる。マジ。あ、追われてる今。かっこいいね、窓枠の飛び越え方。あ、来てる来てる、倒す。倒した。よし。うわ、なんだ、無防備。あ、一発でやられちゃうやつ。来てるね、なんか音が。これ来てるよね。うん。あ、大丈夫そう。うん。あと2個だ。怪我してるよ。うん、直す。あ、あれ、もう一人めっちゃ隠れてる。ドキドキ言ってないのに何してんだろう。やべ、間違えた。あれ、追われてる。あ、追われてねえか。え、この人何してんだろう、ずっとしゃがんでるぞ。え、俺のこと。うん、違う違う、あのバイオハザードの人、レオン。あそこまっすぐ来て。岩の影、岩の影にさ、レオンがいる。あ、あれ、あ、レオン動いた。
レオン懐中電灯を持ってるから初心者じゃないんじゃないかな。なるほど、ね、あ鬼がいたぞ。え、レオン何がしたいんだろう。どういう動きを取ってんの。なんかね、発電機を探すでもなく隠れてる。小屋に入ってみたり、地下に行こうか迷ってみたり、歩いてるよ。あ、発電機あった。よし、ナイス修理。あれ、この人追われてんの。これが弟画面な。え、レベル下がるのを待ってる？何のレベルだろう。発電機のレベル？何、どういうこと？わかんない。お、もうすぐじゃん。ナイス。ナイス修理。ラス1。あ、ラストクエスチョンか。いや、またクイズ番組になってるよ。不思議発見がなんか脳裏にある。さて、問題です。兄貴はパンの耳とパンの耳を取った内側の柔らかい部分、どちらが好きでしょう。柔らかい部分。ピンポーン。簡単すぎたな。この食べてるイメージがないもん。いや、耳もちゃんと食べてる。食パンで一番好きな食べ方はピザトーストだな。あー。玉ねぎ薄く切って乗っけて、あ、マーガリン塗るのか。バター塗って玉ねぎ乗っけて、これはね、バター塗ハム乗っけてチーズで焼くんだ。結構いいコンビ分だね。うん、結構いいコンビ分だね。うん、でしょ、貴族の食べ物だからな、ピザトーストは。そう、うん、そうなんだ。だってさ、朝っぱらからさ、玉ねぎ薄く切ってとかやれる優雅な朝だよ。確かに。でも、うん、貴族の使い方、ビシソワーズの方が貴族なんだよ、ね。わかる、ビシソワーズ。美味しいよね、冷たいじゃがいものなんか、スープ。そう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 。あ、マイケル、マイケルが、あ、来てるじゃん。そうだ。やばい。マイケルにじっと見つめられちゃうと、なんかレベルが、マイケルのレベルが上がっちゃうのか。そうだわ。なるほどね、それ待ちだったのか。あ、弟が2回目。発電機1個なのね。耐えてくれ、誰か来てくれ。レオンがね、迎えに行ってる。ナイス。うわ、ナイスじゃなかった。え、なんで？敵いるの？あ、大丈夫だ。よし、レオン救出ナイス。ありがとう。サンキュー。あ、あ、来てる。そこにいるな。お、見逃してもらえたか。レオンが追われてるのか。レオンが追われてるな。小屋の周りをぐるぐる。ナイス。あ、小屋、小屋、レオンと鬼がいるぞ、小屋は。嘘。うん、もういないか。なんかそこ右の右にさ、あったあった。いいじゃん。うん、この人やられてないんだまだ。うんね、無敵。あ、もう動いてっか、その発電機。これ動いてるね。さっき発電機直す最中にやれたからな。どこの発電機だったんだろう。もう景色が同じすぎてわからんわ。あ、これだ、これ。あ、黄色い人どこにいる今。あったあったあった。黄色い人。あ、そこにキラーがいる。あ、左下の画面で赤いなんか傷マークになったら見回すと、キラーが誰が追われてるかわかるよ。ありゃあ、弟の戦術が変わったな。今までさ、めっちゃ
しゃがんで歩く派だったじゃん。うん。勇ましく走るようになったじゃないか。その兄貴の助言によってここまで大丈夫だなと思ったら、まずね、走れなくなっちゃった。うん。もう走るとさ、何十秒かずっと跡が残るから場所バレるんだよな。お、キラーが離れてたぞ。ここはね、救助はもう一人に任せて。はい、俺は立ち向かった方がいい。隠れながら発電機を探すのがいいんじゃない。了解。静かに、見つからないように。ずっとあそこに立ってんじゃん。いや、なんか味方こっち来たんだけど。ね、あの人があっち指さしたら助けに行ってって。どうやって指さすの。わかんない。ただ止まってると思われたかな。いや、戻ってくな。じゃあちょっと遠くの発電機探すか。うん、役割分担、分業じゃ。あったんだよね。だからこの辺だった気がするんだよな。ついてる。あ、ついてるよ。あ、救助した。ナイス。あ、よかった。あ、まだ救助されてないか。救助されてないね。あ、その左のはさ、ついてる。それそれどれ。え、そこにライトがあるじゃん、上の方に。そのそれ、あ、もうついてんのか、その右。ああ、ついてた。でもね、この越えたあたりのところにあった気がするんだよね。うん。お、あそこに3人まとまってる。その間直したいんだけど。ね。それ走って飛び越えると敵にバレてる。あ、そうなんだ、ね。うん。あ、これ直ってる。直ってる。あれもう一周したんじゃない。あ、した気がする。あ、お、ナイスナイス。あ、ここにある。右、右。嘘。左じゃなくて右。その左。ちょっと。その左。左？ほら、右。まっすぐ。あ、ごめん、ゲートのライトだったかも。もう。あ、走っちゃダメだよ、今。鬼こっち見てるよ。はい、え、やっぱそれさ、そのライト何？ライトって何？上の方にさ、光ってる丸い2個なかった、今。その右、それそれ、ほら、え、その右、それそれ、ほら、発電機だよ。ほんとだ。これさ、上見上げるとさ、ライト2個ついてるじゃん。それで発電機探しやすいよ。いいだね。ね、これさ、やめとくいいんじゃない。ここでやる。確かに音でバレるかも。もう一人まだ、でも。いや、もう一人の方に、なんか、狙ってる感じがするな。うん。もう一人助けに行こうとしてるのかな？だと思う。もう一人が助けるまでの。あ、あ、危ねえ。あ、危ねえ。ナイス！あ、やばい。一発でやられちゃうやつだ。あ、来てる？来てる来てる来てる。もうあと6時だったのに。うわ、追われてる。あ、来てる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 。ナイス。めっちゃグルグルしてる。おお、ナイス。すげえ。うまっ。え、うまっ。なんでそんないつの間に上達したんだ。ちょっと調べたの。調べたの。すげえ、急になんかプロになってる。でも目が回るな、ずっと右回りだと。あ、すげえ。やば。でもこんなことずっと消しても、あっちがだからね。ああ、あ、ワンパンの時間1分って決まってるの？え？あ、ほんとだ、ワンパンにならなかった。来てる？来てるね。あ、ひっくり返せ。あ、
やばい。ナイス。あ、そっちそっちか。おお、ナイス。マジすっげえ、なんかプロみたいな感じになってる。そんなことないよ。やばい。あー、来てる。あー、すげえ、すげえな、芸術的だ。その間にあの人たちがね、発電機を直してくれればいいと思ったんだけど、どうやら本当だ。あ、もう一人しか生き残ってないや。あ、マジか。うん、この人も二つかね。この二人で生き残ることができるのか。弟つえ。助けを見つけろ。あの人、ああ、キラーに見つかってないよ。助けに来てくれると思う。そう、マスターがいいの。うん、この人もパソコンの人だ。なんでわかんの。周り見回すときにさ、くるくるめっちゃ早い。おー、BGM が怖え。あー、ドキドキいってる。あ、いたー。うわ、フックが近かった。ありがとうございました。うわ、そっか、あの状態になったらフックからなるべく離れた方がいいのか。じゃあ、そういうことか。うん、でもさ、這いつくばってさ、ノロノロナメクジになってるのに、そんな遠くまで行けないよね。なめくじ。そう、なめくじ、塩で溶けちゃうやつ。ああ、2勝2敗勝ってたしか。そうだな、4勝2敗だ。え、4勝もした。あ、4勝2勝じゃねえ、あの4戦2勝。4戦2勝2敗か。そう、2勝2敗だな。いや、でもさっきの最後の弟のチェイスは素晴らしかったな。いや、でもあれでも捕まっちゃったらさ、もう無の境地になったのと一緒よ。無の境地。チームメイトには貢献したよね。まあという感じかな。そうだね。いや、今日は結構いい成績だったんじゃないでしょうか。確かにね、2回脱出したもんね、俺ら。そうそう、したした、珍しく。よし、じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな。あれしよっかね。じゃあ最後の挨拶しよっか。そうしよう。デミさんもダースさんもありがとうございました。あ、この人もね、最後の仲間の一人もゲートから脱出、あ、できなそう。ということで、今日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。マイケルに捕まりたいと思った方、マイケルのようなかっこいい男になりたいと思った方、どちらもチャンネル登録、高評価お願いします。ではまたねー。